ストッカーは、ケンタッキー州バリア出身のアメリカンフットボール選手。現在 NFL のテネシータイタンズに所属している。ポジションは、タイトエンド。テネシー大学では2007年から2010年までの4年間、先発38試合を含む52試合に、出場、85回のレシーブで956ヤードを獲得、8TD を挙げた。 3年時に29回のレシーブで389ヤードを獲得チーム2位の 5td を上げた。4年時の2010年には39回のレシーブで417ヤードを獲得 2td を上げた。この年全米最高のタイトエンドに与えられるジョン・マッキー賞のセミファイナリストに残りシニアボールにも出場した。バッカニアーズ時代のストッカー2011年の NFL ドラフト4巡でタンパベイバッカニャーズに指名された。同年7月28日にチームと契約を結んだ。練習初日に電部を負傷し、数週間回復にかかった。9月18日のミネソタバイキングス戦で初キャッチを記録した。2011年9月11日の開幕戦を含む9試合に先発するなど14試合に出場。 12レシーブを記録した。2012年も先発手を務めた。9月23日のダラスカウボーイズ戦では、キャリア初 TD を挙げた。2013年9月23日、故障者リスト入りした。この年はレシーブは0回であった。2014年は、脳震盪の影響で2試合欠場したもののシーズンの大半を健康に過ごした。ブロック能力を活かして、 フルバックとしても起用された。またスペシャルチームのレギュラーでもあった。2015年3月9日、バッカニアーズと3年契約を結んだ。この年9回のレシーブで61ヤード、1TD を上げた。2016年12試合に出場し、5回のレシーブで23ヤードを獲得した。2017年11月28日、バッカニアーズから解雇された。 解雇されるまでの成績は4試合の先発を含む9試合に出場し3回のレシーブで18ヤード 1td であった12月4日テネシータイタンズと2年契約を結んだタイタンズでもパスブロッカー及びにバックセットでのフルバックとして起用された2018年10月21日のロサンゼルスチャージャーズ戦でタイタンズ加入後初の td を挙げた 2019年3月14日にアトランタファルコンズと2年契約を結んだ。このシーズンは15試合に出場、うち9試合で先発し、8レシーブで53ヤードという成績であった。2020年は16試合出場、うち13試合に先発し、7レシーブで63ヤードという成績であった。2021年7月31日に、 テネシータイタンズと再契約したランブロッカーとして優れている。ありがとうございます。